皆さんこんにちは。2本目になります。でね、俺今タイトルを、今、この、紹介動画のタイトルを、何にしよっかなーって迷ってたので、ね、今もうアップロードしたんだけど、1枚目の、あの、カブトムシのカードのね、動画を。で、なんか、宝物紹介っていうには、宝物ってほどもねえしなと思って、何がいいかなって、ちょっと考えた結果、まあ、岡君の私物、紹介動画でいいかと思ったんだけど、私物っていう字のさ、死っていう字、あの、私って字じゃん。俺、私ってタイプじゃないから、あの俺に物って書いて、私物と呼ばせました。あの、俺に物って書いて私物と呼ばないんだけど、なんとなく伝わると思います、みんなに意味は。あ、岡君の私物、紹介動画なんだなっていう。で、私物の漢字が俺になってるだけです。ただそれだけです。で、2本目は、ベイブレードなんだけど、みんなわかるかな？超古いベイブレードなんだよね。これ、エルドラゴデストロイって言って、ゴールドバージョンなんだけど、これね、何かっていうと、なんだっけな、メタルファイトベイブレード。2作目だね。あの、初代が、なんかドラグーンとかだったんだけど、2代目は確かペガサスとか、なんか、なんか、そんな感じ。星座の名前が多かったね。ペガサスとか、レオネとか。うん、分かってくれる人はわかってくれると思う。ベイブレードはね、なんか昔すごいやってた。俺が中高年の時にやってた。めっちゃやってた記憶がある。でも、多分ね、このメタルファイトベイブレードの時って、俺がもう二十歳超えてた時だと思う。わかんないけど。知らん。超えてた記憶がある。うん、知らんけど。俺ね、メタルファイトまでもね、ギリ覚えてんだよね。初代は、初代のベイブレードどっか行っちゃったんだけど、初代はドラグーンとか好きでよく使ってたんだけど、二代目はね、エルドラゴとかよく使ってたね。うん。エルドラゴよく使ってたね。あとなんか、なんとかウルフってやつ。なんか、狼のやつ使ってたね。うん。なんか、あと、ポイズンサーペントだっけ？なんか、蛇みたいなやつ使ってた。すごいギザギザした。それあるからね、あの、明日か明後日持ってきます。うん。部屋のどっかにしまってあるから。うん。で、これだけ見せると、あの、ランチャーなんていうのかな、この、ゴーシュートってやるやつねえのかよっていうので、あの、用意しました。今から出します。これね。で、これ、あのね、エルドラゴ仕様なんだよね。竜の幕書いてる。で、なんでエルドラゴ仕様かっていうと、この子っていう言い方なんだけど、こいつ、左回転用だから、左用ランチャーしか使えない。もしくは両対応ランチャーってのがあるんだけど、それしか使えません。右用では回せないんだよね。で、これ言ったら本末転倒なんだけど、実は、左用のランチャーって、右回転も回せるんだよね。あの、知ってる人は多くいると思うけど。あの、右ランチャーで左ランチャーを回すのは、なんか構造上、回るは回るんだけど、あんまり回さない方がいいらしいんだけど、左で右を回すには、なんか、いいみたい。よくもないんだけどね。左は左、右は右で回せよって話なんだけど、両対応は両タイプを回せる。で、このエルドレストはね、なんで黄色かっていうと、昔ね、コロコロコミックのね、全員サービス、応募者全員サービスかなんかでね、あった気がするんだよね。うん。で、ベイブレードそんな詳しくないんだけどさ、今ベイブレードもさ、なんか進化してるよね。いろいろとね。で、三代目のなんかさ、ベイブレードバーストだっけ？あれでなんか、バルキリーとか使ってた記憶ある。でもね、確かエクスカリバーってやつをね、すごい気に入ってた気がするんだよな。うん。まあこれに関してはね、もう全然使ってないからもうボロボロなんだけど。まあいつか、動画が撮れたらゴーシュートしてるところの動画撮ってみます。くるくる回ってるところね。でね、パーツがね、よくわかんないんだけどね、俺ね、多分改造したからね、全然違う、エルドラゴじゃないやつになってんだよね。この下のやつがね、なんかすっげえね、かっこいいやつなんだよね。ははは。うん。で、このさ、下のやつあるじゃん。見えるかな？これさ、なんかメタルボールになってんだよね。すごいくるくる回る。軸先が。まあいいや、そんな感じで。なんか4分も喋っちゃったね。ベイブレードでね。そこまで俺ベイブレードに語るようなことないんだけど。なんか虫キング以上に語ってるからさ。まあ虫キングはね、もっと喋れると思うから。この後またちょっと違うものを紹介します。まあ1日ね、平均3本出したらいいかなっていうイメージ。まあもっと出したら出すけど。そんな感じでよろしくです。ね、感想とか質問とかあればよろしくです。それでは聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。